はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はトドロキショートピックアップガチャ行ってみたいと思います。はい、ということで来ましたね、昨日のね解説動画というか、まあ半分雑談みたいな動画でしたけど来ました。で、性能解説についてはね、この後の動画で詳しくはお話ししようかなと思うので、今回はとりあえず先にガチャやろう。うん、この時をねすごい待っていたので、で、まあ別に全然意識はしてなかったけど、今ね頭がね無事2色頭仲間ということで、ぜひね轟くんを当てに行きたいというところなんですよね。で、今回この新しいね新タイプの轟くんと、あと既存のね初期の状態からいる地タイプのね轟くんのね2種類あるんですよ。で、僕この既存の方の轟くんも持ってないんで、まあ同じようにピックアップされてるんで、多分ねまあ下の方が当たるってこともね全然あると思うんですけど、まあどっちでも嬉しいかな、とりあえずね。だと SR の轟くんも一応ピックアップされるということです。はい、ということで早速やってみようか。で、あとメモリーもピックアップされてるんですけど、メモリーについては既存メモリーなんだよね。うん、まあそのとっておきのオペレーションの方も持ってないけど、持ってはなかったりするんだけど、うん、とりあえずあれだね、前回のガチャの時に確定演出すごい出たけど、このヒーローコスチュームの確定演出はなかったんだよね。なんでこれちょっとヒーローコスチュームバージョンの確定演出にも期待したいところだね。ただここでね、オールマイトの確定演出全然あるからね。これ前回すごかったもんな。今回はない。まあ。で、あと、僕がね、まだ当たってない SR キャラが当たってくれればいいかなって。ヤオモモとかね、ピックアップされてるからね。まあ、20ですよ。スター20ですよ。20スターありがとうって感じなんだけど。そう、ヤオモモとね、お料理爆豪、これ持ってないな、このメモリー。似た者同士。おう。なるほど。SR3 体だ。3体っていうか、1体と2枚。これなんだ、この SR メモリー。これなんだっけ、出血状態になる確率下げる。ウェーブ開始後、自分が受けるダメージ 20% カット。だね。まあ、オッケー。いいでしょう。はい。ということで、20連目いきたいと思います。いやー、どうかな、怖いな。怖い。あー、また制服か。普通の制服か。さあ、どうだ、確定演出来るか。全力だ、来い。さあ、どうだ来るか、来い、来た、虹色、来た。オッケー。そう、虹の光で、あ、来るな。あ、お、これはどうかな、どっちっていうか、あれか、メモリーまで含めると UR3 3つピックアップされてるってことだよね。そう、3つピックアップされてるんですよ。 0.35%。 さあ、どうだ、そろそろボイス来る。いやこれ熱いな。そろそろボイス来るぞ。あ、そっち、いや待てよ、これは SR だから関係ない。これ多分確定枠、 SR の確定枠で出てた。さあ、どうだ、来るぞ。みんな備えろ、そろそろ。え、まさかこれじゃねえよな。まさかこれじゃないよな。いや、違うでしょ。ええピックアップ仕事しねえってやつだね。ピックアップ仕事しねえ。我々が来た。戦闘開始後、10分のプルスウルトラゲージ30アップ。プロヒーローが装備する自分のパワー20アップ。まあ悪くはないけどね。悪くはないんだけど、別に今じゃねえ、ないんだよな、これな。今じゃないけど。うん。ちょっと音でかかった、もしかして。これまでの20年。はい。ということで、いきます。30連目。ここまでは、
まあ SR のピックアップはね、もうすでにもう 2つ出たって感じなんだけど、 SR ピックアップは別にいいんだよね。そう、今回ね SR のピックアップも別に新キャラってわけじゃなかったんですよ。なんかイベントが始まらなかったからね。多分イベントだったらイベント特攻キャラの URSR って感じで出たんでしょうけどね。今回普通、あ、どうだに、あ、え、ん違うな。今のは、今は関係ないな。多分今の違うな。今の違うな。今のは違う。今のは多分違う。あ、SR ね。これ結構好き。このメモリー。このメモリー結構好き。これ結構使ってる。あ、これも好き。このメ、SR メモリーも結構好きだね。お、いいね。いいねって、キャラ欲しいんだよ。いい、強いんだけどね。強いんだけど、キャラ欲しいんだよな。SR メモリー多いな。ああ、これ、今回はダメダメなやつの予感がしてきたぞ。SR いっぱい出るな。SR いっぱい出る。さあ、まあ、残り少なくなってきたね。残り、あと20連ですよ。40連目いきたいと思います。やばいな。やばい。結局、まだヒーローコスチュームの確定演出ないね。頼むわ。ここで、あの、オールマイト頼むわ、また。さあ、どうだ？さあ、どうだ？どうだ？どうだ？あ！こうか。出た。出た。いやー、マジキャラ頼むわ。マジキャラ頼みます。マジで、あと、ヤオモも出ないね。SR のヤオモマジで出ないな。SR ヤオモ。あー、またピックアップか。やっぱピックアップの SR 率はすげー高いよね。あー、まあピックアップですよ、これもね。そろそろ来るぞ。UR、覚悟して、とどろきくん来るぞ。さあ、どうだ？これちょっと怖いよね、メモリーがこれアップになってくるの。このメモリーちょっと一瞬ビクッとする。さあどうだ、来るか。次だよ、多分次来る。あ、とっておきのオペレーション、とっておきのオペレーションがありますの。あー、来ねえな、来ねえな。とっておきのオペレーションはまあ地タイプだよね。地タイプだから新しいトドロキ君にはこの効果乗ってこないってことだね。いや、もうラストだな。いや、マジキャラ出ねえな、このゲーム。ほんとキャラ出ない。なんかほんとキャラ出ないわ。ラスト。ラスト侍。ラスト。あ、ヒーローコスチュームのやつ来た。これ確定です。てか、よく見たらちょっと T シャツまくれてた。袖が。はい、いきます。これもう確定だね。OKOKOK。もうここは安心して見れるわ。なんかでもこれヒーローコスチュームだからってキャラが確定とかそういうわけじゃないからな。OKOKOK。でももう確定演出これで3回目だな、この動画。結構だから確定演出率は高いよね。うん。あ、あれでもこれ2つ重なるんだな。オールマイトも出るんだな、このまんま。ヒーローコスチュームパターンあんま見たことなかったけど。これ、この場合どうなるんだ？でも変わんないよな。UR1 枚で。多分またこれメモリーの可能性あるよね。キャラ確定とかないよね。常闇くんね。いやー、本当に SR ヤオモもマジ来ないな、このゲーム。人によってはヤオモもばっか出る人もいるんだろうけどね。そろそろ来るか。ミリオ。あ、R ヤオモもね。R ヤオモもね。じゃねえんだよな。あ、ただの R。 いや、またかよ。とっておきのオペレーションがありますの。あ、あれ、ミネタ。料理ミネタ持ってなかったな、何気に。うわー、うわー。待ってよ、でもこのメモリーって確率高いわけじゃないよな。このメモリーの確率がいくつだ。多分 0.35 と同じだと思うんだよね。あれ、過ぎた。 0.7%。 あ、高いんだ、高いんだ。キャラよりも高いんだ、これ。0.7%。あ、高いわ。
キャラよりも高いんだね。でも言ってもそのキャラのほらこのトドロキくん2体いるじゃん。2体足して確率 0.7 になるからね。これなんでキャラが2体出ててもおかしくなかったんだよね、確率的にはね。全然メモリーじゃなくてキャラ2体の可能性も全然あったよ。ちょっとほんとマジ頼むわ。なんかねガチャ動画の時に、ま、そう動画でやってると全然キャラって出ないんだよね。なんかねあの無料ガチャの時に出たりするから、あのデイリーのね、デイリーの毎日1回無料ガチャ、あれで出たりするんですよ。動画じゃ出せない男。はい、まあそんな感じだね。まあとりあえずだから50年した方はとにかくこの交換所でピースは獲得しておいた方がいいですよ。なんで僕も一応50連はするようにしてんだけど、まあでもちょっとね期間中ちょっと考えたいね。これ追加でいくかどうか、ちょっと後ろ髪引かれるよねこれは。うん、まあいっか。とりあえず、今回の動画ここで終わりにして次性能解説いきたいと思います。はい、といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。最後だった面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。